年金積流金管理運用独立行政法人。年金積流金管理運用独立行政法人。年金積立金管理運用独立行政法人。は、厚生労働省所管の独立行政法人である。日本の公的年金のうち、厚生年金と国民年金の積立金の管理、運用を行っている、共済年金は対象外。運用は、 契約型の投資信託によっている。従来、公的年金の積立金運用は、特殊法人である年金福祉事業団が財政投融資に予託していっていた。しかし、第二次橋本内閣が進めた、特殊法人改革によって2001年、平成13年3月に、同業団は廃止され、日本国政府は年金資金の自主運用を求められることになった。 そこで2001年平成13年3月の同事業団廃止の直後同年4月1日に年金資金運用基金に改組された2006年平成18年4月1日には年金積流金管理運用独立行政法人が設立されて同日付で廃止された同基金から年金積立金の管理運用業務を引き継いだ2017年 平成29年4月1日現在、2014年6月末における運用資産の構成割合は、国内債券が53.36%、外国債券は11.06%、日本株式が17.26%、外国株式が15.98%である。2014年11月、第2次安倍改造内閣の下、 デフレ脱却後の経済への対応として2014年10月31日から構成割合の目標値を国内債券35%、国内株式25%、外国債券15%、外国株式25%に変更すると発表した。アベノミクスの第3野や成長戦略の一環としてグピーフの資産運用の見直しが浮上した。 日本共産党の高橋千鶴子は株式等のリスク資産の割合を増やすのは株価対策の道具にされかねないと批判している。週刊ポスト2013年6月28日号では株価下落による資金の目減りを懸念していた。この株式重視の資産構成割合でリーマンショックが発生した2008年度の運用利回りを試算すると 約26兆2000億円の赤字が見込まれるとの答弁書を2015年1月に安倍政権は閣議決定た。この試算はグピーフ自身が言った。2008年当時は再建を中心に運用していたため実際の赤字は約9兆3000億円に止まっている。2017年9月軍事部門の売上高が世界で10位以内に入る。 すべての企業の株式を保有していることが東京新聞の調査で分かった。ロッキード・マーチンやベイシステムズを含む同年10月、世界銀行と共に環境、社会、ガバナンス、S グをテーマにする再建投資について共同研究をすることを発表した。軍事産業の持続性が問題となる。同年11月、高橋のり理事長は将来的には 数兆円程度の資金を、えすぐ投資に振り向けると答えた。同年12月、運用難で膨らんだ、預金の預け先である銀行が、日銀に支払うマイナス金利分を、グピーフで負担する方針を固めた。2018年8月、構成割合は、国内株式に返帳しつつも、時価総額トップのアップル株の保有で、アメリカ合衆国の基幹投資家を上回り、Facebook や、 マイクロソフトを含む米国株は55.5%、英国株は5.6%、アリババやテンセントのような中国、香港株は5.4%を持つなど、外国株式で存在感を示しつつあるとブルームバーグは報じた。平成28年度、第2四半期末現在の運用資産は132兆751億円である。運用資産は 米国の社会保障年金信託基金に次ぐ世界第2位を誇る。2011年末時点では年金基金の中で2位のノルウェー政府年金基金5755億2700万米ドルに2倍以上の差をつけて資産額は世界最大である1兆3948億7300万米ドル。このことから世界最大の機関投資家と呼ばれる。 投資信託による分散投資でリスクを抑えながら期待収益率を上げるとしている。現行の基本ポートフォリオは国内債券35%、国内株式25%、外国債券15%、外国株式25%である。平成27年12月末の時点では以下のように基本ポートフォリオ、長期的な観点からの資産構成割合を 策定している。第一生命経済研究所の首席エコノミストである長浜敏弘は株安に伴って日本株の占める比率が所定の数値を下回るとその調整のために買いを入れることになる。下がれば下がるほど買うロジックなので結果的にグピーフは市場の安定化装置的な役割を果たしていると述べている。市場規模509兆円のうち 6%弱の日本株を保有している。三井住友、水保、三菱 UFJ の三大メガバンクや本田など、少なくとも日本企業の121社の筆頭株主であり、トヨタ自動車の発行済株式数の5.5%を保有する第2位の大株主である。トピックス500のうち約99%の495社で10位以内の大株主である。 また、日本の中央銀行である日本銀行は、2016年末までに、日経平均株価225社のうち、55社で、筆頭株主となっており、日本の株式市場における、公的機関の存在感が増している。多くは、株価指数に連動するように運用する、インデックスファンド運用であるが、一部は、アクティブファンド運用も行っている。 事務職員は運用の専門知識を持たないため、実際の運用は、金融機関に委託、投資信託している。具体的な委託先は公表されており、2014年4月、現在の委託先は、国内株式投資について、野村グループと、ゴールドマンサックスアセットマネジメント、スマートベータ型のほか、伝統的アクティブ運用では、ナティクシスアセットマネジメント、日光アセットマネジメント、 水穂等新投資顧問、JP モルガン、ダイムアセットマネジメント、他2社に委任している。また、国内パッシブ運用のトピックス担当では、先の水穂とダイムのほか、三井住友信託銀行、三菱 UFJ 信託銀行、ブラックロックが運用している。資金の一部は、米国企業に運営が委託されている。だが、外国株式投資の運用委託先は十分な。 説明がない。外国債券投資運用の委託先は、2014年5月20日を提出期限にして募集されていた。ベンチマークをパッシブで一つ、アクティブで二つに分け、そのうち二つはヘッジなしかつベンチマークを相談。また、複数のベンチマークが兼任可能だった。2017年11月16日、運用に、 人工知能を活用する方針で検討に入った、ブラックロックやゴールドマンサックスで活用されている。年金積立金の自主運用を始めたのは、前身の年金資金運用基金が設立された2001年度、平成13年度からである。運用結果は、四半期ごとに公表される。市場運用開始以降、平成13年度、平成27年度第3。 市販機の収益率、年率は2.99%、累積収益額は50兆2229億円だった。また、平成13年度平成26年度までの、累積収益額は50兆7、338億円に、上る。収益率の分母となる、運用資産額は、2014年度、平成26年度末で137兆4。 769億円であった。小木原広子は2009年8月時点で2007年からの世界的金融危機によりそれまでの収益のほとんどが消し飛び累計収益が1兆円を割り込んでしまったとして批判している。2015年11月には中国株の大暴落の影響で第二四半期の運用成績が絶対額でアメリカ同時多発テロ事件や リーマンショックを超える過去最悪の約7兆8899億円となったことを公表した。資産別では国内株式が4兆3154億円の赤字。外国株式も3兆6552億円の赤字。外国債券も2408億円の赤字だった。国内債券は3022億円の黒字であった。 2015年度の年金積立金の運用実績が5兆円超の損失と報じられたことを受け、民進党は2016年4月6日、年金損失5兆円追求チームを結成、座長、初鹿昭弘衆議院議員、政府に対して厳しい姿勢で臨む考えを示した。経済ジャーナリストの磯山智之は、2015年度は5兆3 9 8億円の 運用村で野党から批判されたが、2016年度の運用収益は7兆9363億円であり、野党も政権に批判的なマスコミも追求しなくったと述べている。また、国内債券はマイナス0.85%、外国債券はマイナス3.22%で、第2次安倍内閣より前の債券中心のポートフォリオでは、 損失になっていたと指摘、内閣支持率が株価に左右されるとも述べ、ポートフォリオを株式にもシフトさせたことが収益力を増加させて走行したと評価した。2018年10から12月期は4半期ベースで約14兆8000億円の赤字となった。2019年4月、会計検査院は2014年以降、株式運用の割合が増えて、 リスクが増加しているとし、国民への丁寧な説明が必要。年金は、老後生活設計の柱。積み立て金は、国民から徴収した保険料の一部。国民の利益のため安全、効率的に運用し、将来にわたって、公的年金制度の安定に資することが強く、求められる一部の手数料などが詳細に、開示されていないと指摘した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。